はい、皆さんこんにちは、ナイフィームです。今回こちら、新しくお迎えした亀になりますけども、今回 お迎えしたのでですね、まあ、僕の飼っている亀たちの中では、最も価格が、高い、亀の一部でですね、今まで2年間、まあ、ずっと、まあ、ある程度こう探して、ついにですね、購入することになりました。この亀、僕がですね、本当に好きな、亀でですね、皆さんももう大好きな亀、特に僕のチャンネル見てくださってる中で、まあ、この亀すごい好きな人いると思います。で、はい、じゃあ、見ていきましょう。こちらですね、某有名亀専門店の、ここでですね購入した亀で、その名も、皆さん予想が、じゃじゃん、はい、こちらですね、もうこれ見てピンとくる方、僕のチャンネル見てくださってる方いらっしゃると思うんですけど、こちら、地図亀です。地図亀、背中に、ね、イガイガがあるのは地図亀なんですけども、赤耳が、メシって赤耳亀の仲間から約ね、600万年ぐらい前に分離したとされる地図亀で、その名もアラバマ地図亀になります。で、実はですね、僕アラバマ地図亀を、飼ってまして、まあ、これちょっとチャンネル、初めて、ね、見てくださってる方いらっしゃると思うので、こちらアラバマちゃんなんですけど、ちょっとですね、こっちにいるんですけど、これはね、バーバーなんですけど、よっしょ、じゃあちょっとね、見てみて、ここね、ここにね、いるんですけど、ね、よいしょ、はい、じゃあアラバマをちょっとね、見ていきたいと思います。で、こちらですね、アラバマの、まあ、アダルトになるんですけど、はい、大きくなるとこうなるんです。で、こちらはですね、オス個体ですね、はい、アラバマ地図亀、アラバマの、アメリカのアラバマ州のアラバマ川っていうところにいるらしいんですけど、だいたいオスのね、最大全長は16センチぐらい、15センチぐらいで、メスがですね、確かウィキだと27ぐらいになる、実際にはまあ20センチ弱だと思うんですけども、メスがですね、大きな時に巨頭になるカメです。で、僕の水槽にはこのバーバーチズガメっていうのがいるんですけども、このバーバーチズガメとアラバマチズガメとアンストチズガメとギモルチズガメっていう、この4種類が、頭が大きくなるカメっていうふうに言われてまして、まあこれオスなんでね、この子はあんま頭大きくないんですけど、こういう感じの形で頭が大きくなるメスっていうのはめちゃくちゃ面白いんですね。なんで僕はですね、メスをずっと探してて、メスかと思って今まで2匹購入して両方ともオスだったっていうことです、はい、で、僕のアラバマチズガメの印象はやっぱこのちょっと眠たそうな感じで、目に、横に、ね、線が入るところもかっこいいですし、こういうちょっと本当に恐竜みたいな見た目も素敵だと思います。で、まあ、大体メスがどうなるかっていうと、これバーバーなんですけど、結構ね、こういう風に、おっと、背高が、かなり高くなって、頭が大きくなります。で、こんな感じの顔に、頭が、くっつくっていう感じで、結構ね、面白いんですね。で、今この水槽には、バーバー2匹メスとアラバマ2匹オスがいて、僕ずっとですね、まあ飼いたかったんですね、オスを、メスをですね、アラバマので、今回、入手しましたっていう感じです。ちょっと開けていきたいと思います。実際このサイズ、まだちょっとメスとオスの区別が見た目ですごい現れるかちょっとなんとも言えないんですけども、多分、これでベビーを、はい、今回購入したベビーはこんな感じです。特徴結構出てますよね。
本当に面白くなる亀だと思うんで、さっきのオスの子いたんですけど、メスがどういう風に成長していくかっていうのを今後楽しみに、ちょっとしてですね、メスがどういう感じで成長していくかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、皆さん、そしてですね、ちょっとついでとは言ってなんですけども、お時間ある人はちょっとね、あらば、これ筋組みの水槽なんですけども、ちょっとね今変更点があったんで少し見ていただきたいと思います。はい、よいしょ。はい、こちら、はい、こちら、筋首ヒメニオイガメではなくてですね、大頭、ヒメニオイですね。で、あの実はヤマミに、ちょっとね大頭面倒見せてもらってたんですけど、我が家にまた戻ってきまして、大頭ヒメニオイがいます。はい、で、まだですね筋首のオスがですね繁殖できるサイズにないと思うんで、今ねちょっと一緒に飼っちゃってるんですけど、大頭ヒメニオイもね元気です。はい、ってことで、これ大頭ヒメニオイがたまに、ね、よくバスキングしてて、この子と他にもね結構いるんですけど、見た、よいしょ。いや、アラバマカハラガメ、アラバマレッドベリークーターと大頭ヒメニオイ、レッドベリー、最近レッドベリーが出てなかったんですけど、ちょっと待ってください。そう、おっと、はい、こんな感じです。レッドベリークーターは、アラバマに生息し、実はですね、アラバマ、チズガメよりも、生息数が現地では結構少なくて、めちゃくちゃ現地少ないらしいんですよね、数が。ちなみにこの子の性別はオスかな。で、まあ筋首も一回じゃちょっと、ちょっと待ってください。だいぶ汚れてるんですけど、ちょっと水替えをすぐしようかな。筋首がそこなの。この子がオスの筋首ですね。ちょっと、はい、オスだと思うんですよね。で、筋首はすごいね今人気があって、なかなかね手に入んない。で、大頭ヒメニオイもそろそろそうなるんじゃないかって僕以前 YouTube で話させていただいてですね、その直後にですね、なんかもう4万円じゃ買えない値段になってました。なんか現金な話をするのはあれなんですけど、本当に筋首と同じぐらいの入手難易度に大頭ヒメニオイになってきてるんで、なんかその大頭系を買われる方は結構今マジ急いだ方がいいなって僕思います。はい、まあオスがいれば、もしまあちょっといれば買うかなって思いますけども。